はい、純玉癒しカウンセリングの心理カウンセラー純さんです。いつもこのチャンネルの動画を見ていただきありがとうございます。今回は人間関係で気づかれしない方法についてお話ししていきますね。あなたは毎回人と接すると気づかれしてしまうなと、そのように悩んでいたりしませんか？周囲の要望に応えようとしてしまって、いつも気づかれしてしまっているなと感じていたりとか、相手の機嫌を伺った行動をしてしまって、いつも気づかれしているなとか、気づかれしすぎてしまって休日はこう体が動けない状態になっているなとか、まあ、そのようなですね、職場の人間関係とか、あなたの近しいコミュニティの人間関係で気づかれしているということに悩んでいないでしょうか。気づかれを放置してしまうと、もう自分の気づかないうちにですね、その病気になっていったりとか、倒れてしまっていたりするということもあるかもしれません。周りに気を使いすぎる人であったりとか、責任感の強い人はやはり気づかれしやすいんですよね。で、最近では HSP さんから、その昔から気づかれする、そういった自分の性格気質に悩んできましたといったような、そういったお悩みの声をよくお聞きするということが増えたんですよね。で、HSP さんはそういった周囲の人の気持ちに共感したりとか、相手の望んでいることをこう敏感に察知していて、相手優先の行動をこう常にとってしまっていて、それがこう気づかれしている原因になっていたりするっていうことがあったりするんですね。相手の立場になって考えたりとか行動していくということは立派なことだとは思います。ただそのために過剰に相手に合わせすぎてしまって、自分が無理をしてしまっては、やはりどんどんこうストレスが溜まっていってしまうんですね。周囲に必要以上に気を使っているという方は、やはりそれだけで神経をすり減らすということになって、心が休まらないということになるんですね。今回はそういった気づかれしてしまう人の特徴心理と、気づかれする人がすっと楽になる方法についてシェアしていきたいと思いますので、ぜひ最後まで動画を見ていただけると嬉しいです。で、この HSP さんについては過去の動画でいくつか詳しくお話ししている動画がありますので、気になった方はこちら見ていただけると嬉しいです。こちら説明欄の方に貼っておきますね。はい、まずはじめに気づかれしてしまう人の特徴心理についてお話ししていきますね。まず一つ目が心配性で、いつも不安になってしまう人であったりするんですね。身の回りのトラブルとか失敗を過剰に恐れてしまって不安になっている人は、やはり気づかれしてしまう人でもあったりするんですね。もしこの先悪い方向へ行ってしまったらどうしようかなと、常にこう悪いこととかが起きそうな気がしてしまって、そのことがこう不安感がつきまとっているってことがあったりするんですね。HSP さんとか繊細な人はこう未来予測が得意な人が多かったりするんですね。これは人の危機管理能力と関係していると考えることができたりするんですね。これは反対に、そのリスク回避とかトラブル回避をこう事前にしていると捉えることもできますよね。HSP さんはそういった敏感気質というものがもともとあるので、不安とか恐怖を感じる感覚も人一倍敏感なんですよね。そのためちょっとしたことでも激しく動揺してしまったりして、それが気になって仕方のない状態となったりするんですね。そうするとこういつも心が休まることがなくて、精神的にこう大きく消耗していたりするんですよね。はい、次に気づかれしてしまう人の特徴心理2つ目としては、相手にノーと言えなくて断れない人であったりするんですね。誰かに何かを頼まれたら断ることができない人も気づかれしやすい人でもあったりするんですね。大丈夫ですとか、できますとか、そのようなですねことがこう口癖となってしまって、本当は断りたいことでもこう受け入れてしまうような状況であったりするんですよね。で、その後また断ることができなかったな、本当ダメな自分なんだなと、そのように自分責めをしてしまうということもあったりするんですね。すでに自分のことでいっぱいいっぱいでも、その他人の頼み事を引き受けて困ってしまうということもあると思うんですよね。そういった自分のキャパシティを超えた仕事を引き受けるということで、結果仕事でですね、こう残業せざるを得ない状況に陥っているっていうこともあったりするんですよね。はい、そしてこの断り上手になる方法については過去の動画で詳しくお話ししている動画がありますので、気になった方はこちら見ていただけると嬉しいです。こちらも説明欄の方に貼っておきますね。
はい、次に気づかれしてしまう人の特徴心理3つ目としては、責任感が強く完璧主義になっている人であったりするんですね。責任感が強いと何でも相手の望むような、そういった相手の期待通りに応えようとしてしまって、完璧主義となってしまう人もやはりその気づかれしている、そういった原因になっていたりするんですね。常に 100% でもうしっかりしたものを仕上げないといけないんだと強く思い込んでいたりとか、相手が喜ぶようなそういった結果を毎回出さなければダメなんだとかですね、そのように完璧主義となっているということで、いつもですね、こうハードルの高い結果を目指してしまっているということがあったりするんですよね。普段から気づかれする人はそのような完璧主義者で、あるということが多くなっていて、そういったですね、細部にまでしっかりと こだわってしまって、なかなかこう妥協ができないといったところがあるんですね。であらゆることをこう完璧にこなそうとするために、常に気を張って行動しているということがあります。それがですね、通常運転というような状態に自分でなってしまって、慢性的な気疲れにつながってしまうということもあったりするんですよね。そしてこの完璧主義については過去の動画で詳しくお話ししている動画がありますので、こちらも気になった方は見ていただけると嬉しいです。こちらも説明欄の方に貼っておきますね。はい、次に気づかれする人がすっと楽になる方法についてお話ししていきますね。まず一つ目が、相手よりまずは自分がどうしたいのかを考えるといったような方法です。ここでのポイントとしては、あなたが何か行動すると決めるときにはですね、次のようなことを考えてみてください。自分はどうしたいのかを考えてみてください。そして自分がどう行動したいのかを考えてみてください。このように自分といったところを意識して考えていくといったところがポイントなんですね。これは多くの人が気づかれの原因となっていることなんですけども、その気づかれする人は相手を常に優先しているといったことがあるんですね。その心理としては、自分の考えを通すのは自分勝手なのではないかなと感じていることであったりするんですね。自分がどう思うのかを考えるということ自体は自分勝手ではないですよね。周囲の意見を聞けずに自分勝手な振る舞いをする人は自分勝手と言えるのではないでしょうか。自分のその気持ちを無理に押し殺さずにですね、まずはあなた自身が、あなた自身を受け止めてあげるということで、あなた自身が安心できてくるんですね。自分のことをまずは最初に考えるということができてきてですね、その後初めてですね、相手に対するその配慮の気持ちを考えることができるのではないかなと思います。なので自分は本当はどうしたいのかなと考えていく、そういった思考する順番を意識してみてくださいね。はい、次に気づかれする人がすっと楽になる方法の2つ目としては、弱音を吐ける場所を確保していくといったような方法です。あなたは無意識に弱音を吐いてはいけないんだと考えてはいないでしょうか。気づかれしてしまう人は自分の本音を言ったりとか、時には深い悩みを打ち明ける場所というものが必要になってくるんですよね。自分を出すという場所が一つもないとなってしまうと、ずっと我慢を強いられるということになってしまって、そのあなたのストレスもやはり解消できなくなってしまうんですね。あ、そうか、弱音を吐いてもいいんだなと、そのように感じることができたりとか、あ、そうか、相談できる場所があるから今安心なんだなと、そのようにですね、感じたりとか、考えるということがとても大切になってくるんですね。信頼できるなと感じる人であれば、家族とか友人とか職場の上司とか同僚とか後輩とか誰でも構わないと思います。普段のあなた自身のその頑張る姿を見ていてですね、あなた自身を知っている人であれば、きっとこう話を真剣に聞いてくれると思うんですね。いや、でもそうは言っても話をしてその迷惑がかかってしまったらどうしようかなと、そのように感じて話せないという人もいると思います。そういった時はプロの心理のカウンセラーに話をしてみるのも一つの方法となるんですね。最近ではこういった世間の状況がありますので、オンラインカウンセリングがだいぶ定着してきているんですね。スマホ1台あれば家にいながらその心理カウンセラーとカウンセリングができる時代となっています。そういった心理カウンセラーであればきっとですね、あなたの話をしっかりと聞いてくれると思うんですよね。
はい、次に気疲れする人がすっと楽になる方法の3つ目としては、プライベートで一人の時間を楽しむといったような方法です。周囲の人付き合いで気疲れしてしまっているんであれば、プライベートは人付き合いを減らして少しこうやめていくといったような方法を取るといいと思います。人間関係の悩みを抱えている方の多くは、やはりこう誘いがあると断れなくて付き合ってしまって、一人で自分でいる時間がほとんどないといったことがあったりするんですよね。常にその他人と接しているというからこそ、こう様々なストレスを抱え込んでいるといったことがあったりするんですね。無理にその他人と付き合おうとして、自分のそのプライベートも犠牲にしてしまっているという人も多くいたりするんですね。自分が楽しくないというような状況なのにですね、そういった本心をこう我慢してまで、無理やり誰かと一緒にいようとする必要はやはりないんですよね。一人の時間を楽しむということによって、その人間関係による疲れを解消することができてくるんですね。でここでのポイントとしては、一人でできる趣味といったものを新たに一つ作ってみてください。例えばですね、絵を描いてみるとか、あとはアロマをしてみるとか、そうですね、あとは YouTube のこういった動画を見て、例えばそういったヨガをしてみるとかですね、まあ、そういったあなたが気になっていることであれば何でもいいと思います。そういった仕事とか学校が終わったら、そのように一人で楽しむような時間を少し取ってみてくださいね。一人で過ごす時間を作るということで、生活にこうメリハリが出てきて、気疲れしにくくなっていくと思います。はい、最後に少しまとめをお話ししていきますね。今回は気疲れしてしまう人の特徴心理と、気疲れする人がすっと楽になる方法などについてシェアさせていただきました。責任感が強い性格の人であったりとか、心配性の人は普段の生活を送るだけで気疲れしやすいということもあると思います。私も過去そのようにしてしまって、自分をどんどんこう追い込んでしまったということもあったんですね。HSP さんとか繊細な人も気疲れしやすいので、やはりこう普段から意識的なそういったセルフケアを心がけていくということが大切になるんですね。他人を頼りながら、空気を読みすぎないようにしながらも、周りからのその評価も意識しないということも大切になってくるんですね。他人優先ではなくて、まずは自分はどうしたいのかなといったところに注目してみてください。そういった自分の気持ちを自分が受け止めてですね、時にはですね、やはり弱音を吐く場所も必要となってくるんですよね。ぜひ今回紹介した内容を参考にしていただいて、人間関係の気疲れを解消してみてくださいね。はい、今回は人間関係で気づかれしない方法についてお話しさせていただきました。今回も何か一つでもあなたにとって参考になったなとか、新しい気づきのきっかけになったなと思っていただけるようなところが一つでもあったらとても嬉しいなと思います。今回も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。